元祖麻婆チャンネル、本日はあやにやってまいりました。あやと言いますとですね、いろんなものがございます。あや吊り橋ね、もう日本一の悠久の森もございます。そう、森で育った木で作ったという森の耳かき屋さんを今日はご紹介いたします。お久しぶりございます。 UMK の麻婆です。はい、あら、今日は何ですか。今日はですね、あやつり橋に、うん、YouTube という番組でやってきたんですよ、うんうん。そうか痩せたからねやっと分かった。あ、よかったよかった、分かっていただいて、ご苦労様です。どうもお疲れさん。もうこのウッドクラフト、こちらのウッドクラフトは何年ぐらい。ここに出されると20年ぐらい。20年、うん、ああ、いろんなものがありますけど、こう撮影していいですか。どうぞどうぞ。はこちらには、僕が見てすぐ分かるのは、靴べらですよね、うん。この靴べら、それかこの隣にあるヘラ、うん、これも綾の、木で作ったんですか。そうそう、この綾の、この森に樹生してる木が、で、すべてここ作ってある。あ、そうですか、うん、そう。いやだから、あんまりよその木は使ってない。は、うん、ここの、まだ使い切れないぐらい、この森にはおー、うん、ということは、もう、いまだかつて、人がこう手をつけてない森の木を制作される。だから、ここで作られて、ここに展示してあるやつは全部、あや出身なわけですね。あや出身。わー、なんじゃいい。最高の記念ですよね。これね、ちょっとね、うん、今耳かき作ってるんだけど。はい。ほら、耳かき。耳かき。これはね、はいはい。あやを代表する木で、うん、水に浮かない、沈んでしまう。あの木自体がものすごくガッとこう硬い。硬い。もう硬くて重たい。硬くて重たい。重たいのはこれ。ほうほう。これですか。これは原木。持ってごらん。うわー。重い。いやー。ここ原木。これもう薄いんだよ、これだけ薄い。いや、もうすごくこうなんか圧縮して固めたような木ですね。もういかにも沈みそうですよ。あ、いやー、これもう沈みます、うん。これはね、もうこの南部地方の木でね、はい、北九州にはほとんどないんだけどね。はいはい。硬さではこれ。え？これは封筒の封を切るペーパーナイフ。封筒の封を切るペーパーナイフですか？うん、刃物が作れるという木なんです。なんだもんした。先っちょ下がってから、それだけ硬いよ。普通だったらポキンと折れちゃう。もうすごい、ものすごい硬い。いやー、これペーパーナイフ。うん、はー、今の耳かきを制作中で、先生が。ちょっと、先生じゃない。先生じゃないということは、職人さんの上だから、もう、なんて呼んだらよろしいんですか。達人。おじちゃん。おじちゃん。おじちゃんじゃ、ちょっと恐縮ですよね。達人。達人。すごいなぁ。娘がこんな服買ってくるから。いやいや、素晴らしい。娘さんも親孝行ですよ。ここでね、うん、黒と、はい、黄色と、うん、赤とあるでしょ。はいはい。これが黒い木なの。これ黒い木、はいはい、黒が来ていってね、はい、黒葉、うん、ほんと、これが黄色、はい、これはこっちは皮で、うん、こう中心が黄色。あら、これが赤。はい。みんな木の色。木の色を使って、うん、そうそう。ポケット靴べら、ここにありますけど、ま、色で言うと、この白と黄色、ここ。ああ、そこをうまく使って作られて、手作り。全部。全部。ありがとうございます。もう、あやのためにですね、日夜、達人が、この木をですね、我々人間が使えるように、また人間がね、楽しめるように、実用的にね、もうね、実用的に。ありがとうございます。見事なもんですね。本当ね、色を出す木と、はこれはちょっと匂ってごらん。これヒノキ、匂いを出す木があるんですよね。もう照葉樹林の真っ只中に立ってるような。そう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 。
あ、癒される、うん、これをこう鼻にこうしてやったまま街を歩いてもいいですね、うん、いいです。森の中歩いてるみたいでね、花粉症一発だね。あ、いいですよね、素晴らしい。うわ、ありがとうございます。それと、うん、これは何ですか。今夜一杯。今夜一杯お祝い。あ、竹コップ、竹コップ、これは青じゃないといけない。なんでですか。今朝来ていた、6時半に起きて。あ、今朝取れ取れ。そうそう、ほう、青じゃないといけない。あ、その竹の生きてるアクが染み込んで、焼酎のお祝いがガッと美味しくなる。美味しくなる。これは絶対いいですね。いいです。皆さん、綾の焼酎を飲むときにはこの竹コップをご利用ください。そうです。お祝いロック。そうそう、これで飲むと、お湯を入れても、握っても全然熱くない。沸騰したお湯。沸騰したお湯。熱を逃がさない。ああ、なんだか氷が溶けづらい。氷が溶けづらい。保温力もあるわけですね。最高。最高ですよ、皆さん。もし、この番組を見てらっしゃる方が、達人の作られたこのコップ欲しいなと思って、あの電話をかけたら送ってくれるわけね。なわけですか ね。これがね、うん、1年、はい、これが2年。うわー、そうですか。こういう色合い全然違いますね。変わってくんだよ、色。あ、色を楽しむ。色を楽しむ、まあ、ぜひですね、県外からお見えの方、ここに立ち寄ってください。摩訶不思議。いやー、そう、摩訶不思議で、これは何をする、あの、これはあの、お客さんがね、何をする機械でしょう。何をするんですか、これは。それはね、お客さんがかゆみの止まる背中かきを作れって言われて、これですか、かゆみの止まる、うん、これ、負けて削ってるのは、あの、襟から、丸くぶつけても襟からスルッと入れてたの。なるほど、この湾曲、そう、そしてこの一本でかゆいとこか、一本でどこでもかゆいとこを書く、かゆいとこだけ書く、かゆいとこだけ書く。いやー、これは素晴らしい。世界初ですね。いや、それはすごい人気。世界初。世界初。孫の手じゃなくては母の指。母の指ですよね。母ちゃん、背中から帰れよって、もっと左っていうのを自分で左持っていく。あ、もっと左、もっと左、もう、ね、そこそこ、あ、そこそこ、あ、そこそこ、あ、そこそこってこう安心するんですよ。痒くなったら止まりませんもんね。止まらない。あ、これは背中かきでございます。お母さんの指、母ちゃんの指です。いやー、素晴らしいですね。あのね、去年ね、うんうん、おととしか、はい、去年か、あの、皇太子がいらっしゃったときに、はい、いらっしゃったじゃない、はい、あの時に献上したくれはこれ、皇太子もこっちの紐のついてないの、皇太子も使ってるという、こちらが皇太子に献上されました靴べらでございます。お使いになった、お使いになった、皇太子もにっこり笑って靴を履かれる。ありがたいじゃないですか。3箇所上がるようにされるということで、3本。あ、そうですか。3箇所の場所においていつでもこの靴べらを使えるように、3箇所分奉納じゃなくて、あの、まあ、うん、まあ、献上されたわけですね。はあ、献上靴べら、桜の木をね、なんか食事に比べたみたいで、はい、で、その桜をね、うん、ここでお月の人がね、うん、これなんです、この長いの。お月の人、皇太子は必ず座って靴を履かれるんだけど、はい、お月の人は腰を曲げていけない。ああ、なるほど。座っちゃいけない、座らずに、まっすぐしたまま、これで、これ立ったまま履ける。なるほど、だから長さが違うんだ、うん、ね、これは座ってでも履けます。それ座って、座って靴を履くとき必ず椅子に座って靴を履かれる。品がいいですよね。やっぱ品格、風格を重んじますね。ありがとうございます。いい勉強いたしました。どっか一つなんか思い出になるような、あの、あ、耳かき、うん、財布を持ってきて、持ち運び用の耳かき。あ、耳かき、これは短く作れって言われて、はい、あの、
それで、うん、くるくる回らないように幅広くしてやるから取り心地は一緒なのよ。ああそうですか。いい感じじゃないですか。耳かき、初めて見たですよ。こんなデザインの耳かきは。ちょっと入れてみて、入れて取ってみて。脳みそこまで取らない。あ、いい感じですね。取れますよ。痛くないから取れます。いや、取っちゃいかん、まあ、商品だから。私が買ってから取りますけど。いや、こっちで掃除ができるからいい。あ、そうですか。うん、あ、いい感じですね。最近採用するから。あ、いい感じ。もうちょっと細いで、細くてもいいかなと思います。もうちょっと細い。はい、もうちょっと。みんな太いね。細いのないわ。あ、ちょっと細くしてくれませんか。これでいいよ。はい。それ買います。あんまり細くしない方がいいよ。で、特殊にがですね、ちょっとこう幅が広いので、私のこう洞窟がですね、洞窟に合わせて、ということで、耳かきをもう買ってですね、自分でこうやって、あ、ちょっと大きいかなと思ったら、もう達人にお願いすると、こう、サイズまでですね、こうやってこうお願いができます。ありがたいじゃないですか。嬉しいですね。お父さん、差し替え、あ、風防の、これがやずっと前だ。はい。残ってるけど。あら、ここにもやったですか。ここに働きやったですか。いやね、俺から遊びしてる方やで。遊びしてる方ですか。遊びしてる方。ご紹介します。うちの地元の大先輩です。僕の生まれ在所の高城町は大出の風光の久保さんです。うん、そうです。ああ、僕は職員の方かと思ったんですよ。いやいやいや、だから。あやべ、職員の方と似たような人やなと思ってるでしょ。よかったよ。ここで頑張ってここでお会いできて、はい、よかった、頑張ってやん。はい、ありがとうございます。久保さん、記念させ耳かきも一ついかがですか。そうそうそう、もう一番かゆいところのここのところをピシャッとこれで。これ知り合いの人なの。はい、うちの親戚。親戚もううちの親父がですね、もうしょ、はい、しょっちゅう飲んでですよ、うん、朝方まで飲んだりとかしてですね、お世話になったところの方です。あら、はい、じゃあよろしく。ちょっと入れてみて。はい、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 耳かきと達人、売れました。あら、あら、はいはいはい、サービスしてくれてありがとうございます、うん、それ、入れてみた。今入れてるところですよ。これ入れておこうか。いやいや、もう持ってされてます。人に見せるからします。なくさないよね、うん、はいはい、なくしません、はい。ここで頑張って。すいません、はい、ここで頑張っております。私は、あ、久保さん、こちらの番組で頑張っておりますなんとマーボーチャンネルで頑張っております。どうか皆さんよろしくお願いします。もううちのリンパ班でございます、久保さんです、うん、すいません、もう綾までですね、親戚が追いかけてくるようになりました。立派になったもんです。大サービスしてもらいました。これ、ありがとうございます。1500円と800円だけど、うん、これを500円にすればね、うん、充電するのに、うん、これが下だから、はい、穴開けろって言われた。だからこれが穴開けた。1回目穴開けた、うん。そしたらね、コードを通す水を掘れって、この次言われて、うん、でこれ3回目に出来上がってる。なるほど、進歩してます ね。どんどん進歩してね。お客さんのあれでね、どんどん変わっていきますね。あ、うん、もう時代はどんどん進んでますからね。うん、そうね、それに合わせて進化してらっしゃいます。こちらのお名前をお願いします。はい、小玉です。小玉さん。はい、森の耳かき屋さん、達人。小玉さんです。森の耳かき屋さんが制作されました耳かき。ね、今もこちらもございますね、耳かきって。そうですね。素晴らしいじゃないですか。これも全国、全世界の皆さん方にぜひ愛用していただきたいと思います。もう、綾の耳かきは何万年も何億万年もですね、こう歴史を重ねて育った木からできております。はい。よろしいでしょうか、達人。はい、許可がおりました。ということで、あやから お送りいたしました、あやの耳かき屋さんです。ありがとうございます